おでんは、日本料理のうち、煮物の一種である。鍋料理にも分類される。鰹節と昆布で取っただしに味をつけ、種と呼ばれる、様々な具材を入れて、長時間煮込む。おでん種としては、さつま揚げ、はんぺん、焼きちくわ、つみれ、こんにゃく、大根、芋、がんもどき、牛すじ、ゆで卵、厚揚げなどがある。おでん種、つけだれの種類は、 地域や家庭によって異なる。おでんは、もともと、田楽を意味する、女房言葉である。田楽、もしくは、味噌田楽は、室町時代に出現した料理で、種を串刺しにして焼いた、焼き田楽のほか、種を茹でた、煮込み田楽があった。江戸時代になって、おでんは、煮込み田楽を指すようになり、田楽は、焼き田楽を指すようになった。素材にもよるが、 全処理として、下茹でや油抜きなどした上で、梅雨に様々なお電酒を入れて、調理を行う。地域や店により、酒や梅雨の違いも大きく、子供が買うような駄菓子屋から、屋台、専門店、コンビニエンスストア、比較的立派な日本料理店のメニューにまで、広く扱われている。家庭でも調理でき、家庭料理を扱う料理本にもしばしば作り方が、書いてある。 また、テレビの料理番組、旅行番組などで紹介されることもある。おでんは、豆腐料理、田楽の衣装であり、14世紀にはこの文字が見られる。江戸時代、江戸では、味噌田楽が、庶民に親しまれ、農型体の豆腐を串に刺したものを焼いてから味噌を、つけて食べるものが、江戸名物となっていた。1782年には、豆腐百珍が発行され、 豆腐殿学が絵図に記載されている。平凡社大百科事典第三巻によれば、ナメシに殿学を添えて提供する。ナメシ殿学は、寛永の頃から流行を始め、間もなくこんにゃくの殿学が登場し、これがおでんの略称で呼ばれるようになったとする。何和の風によれば、この地にても、こんにゃくの殿学を、おしなべて、おでんと呼ぶとある。この頃のこんにゃくお電話。 味噌殿学であったが、なめし殿学の流行から、煮込みのこんにゃくが作られ、煮込みおでんと言われたものが、むしろこちらが名前を奪い煮込み野菜類に、はんぺんや、しのだまきなども加えて広く、おでんと呼ばれるようになったとする。1837年頃の、森貞満まには、上官おでんという振り売りがあり、酒缶とこんにゃくの殿学であり、江戸のものは、 芋の田楽も売ると紹介されている。江戸時代初期、江戸の市場にいるつする醤油の多くは、髪型からのものであり、強法器の調査によれば70%以上が髪型のものであった。これが1800年代に入ると、江戸市場周辺の地回り経済圏から供給される、醤油の比率が高まり、幕末の1856年には、 情報醤油は5.6%となった。元禄期に調子で始まった醤油醸造は、やがて江戸家財圏の発展とともに、香りと味の良い醤油を盛んに供給するようになり、削り節に醤油や砂糖、みりんを入れた甘い汁で煮込んだおでんが作られるようになった。外食産業が盛んであった江戸では、 おでんかん酒甘いと辛い、塩梅よしよしの掛け声で売る、おでんかん酒と書いたのれんを掲げたおでんの振り売りや、屋台が流行した。この頃には、はんぺんも、種として使用されるようになった。江戸では、鰹節の削り節が利用されるようになっていて、昆布と合わせて、出汁とされた。日本橋室町界隈は、魚菓子が近く、 その後に移転した築地市場周辺にかけて、創業元禄元年の老舗が存在している。日本食物市には、第二次世界大戦後の闇市で、うどんや、かすとり、おでんを売っていると記述されている。上方では、田楽が、お座敷おでんとして、客座敷に出されるようになったが、種を昆布出汁の中で温めて、缶味噌をつけて食べる、焼かない田楽と区別するために、 関東滝関東煮と呼んだ。その後の関東煮は、昆布や、クジラ、牛すじなどで出汁をとったり、薄口醤油を用いたりと、関西風のアレンジが加えられていった。これを、関西水と呼ぶ人もいる。大阪の天まではタコを甘辛く煮たものが人気となって、おりこれを、関東煮と呼んでおり、おでんに対する関東煮の語源については、関東風に説や、 中国関東の煮込み料理に由来する関東に説もあるが定かではない。一説には関東には当時改良おでんとも呼ばれ東京本郷のドンキ主人が1887年に西洋料理のスープを生かし汁気のなかった従来のおでんをたっぷりのつゆで煮たことが始まりとも言う。1937年発行の大日本。 帝国陸軍調理教本、軍隊調理法では、がんモドキ、こんにゃく、大根、里芋、ちくわぶを、削り節、醤油、砂糖の出汁で調理するおでんが、関東にと表記されており、田楽とは別となっていた。東京でも、明治時代には、おでん茶飯の屋台が人気であったが、大正時代の関東大震災で、大きな被害を受けた。震災の復興過程において、 関西から関東へ職人の行き来があり、関西風の関東にが関東に逆輸入され、それまで関東では使用されなかった味付けやおでん酒が広がることになった。これにより、現在の東京の老舗おでん店でも関西風の薄味を伝統とする例がある。1943年観光の平凡社大百科時点では、 こんにゃくの田楽及び煮込みのこんにゃく類の名としており、この当時はこんにゃくに重点があったものと考えられる。あらかじめ煮込んでおけば提供できるおでんは、日本全国に広がり、屋台や居酒屋、駄菓子屋などで親しまれて、家庭料理の定番メニューともなっていった。さらに、1980年代から全国に広がった、コンビニエンスストアで当期限定商品として扱うようになり、 さらに一年中食べられるように変化して、より身近な存在となった。コンビニエンスストアでは、新型コロナウイルス流行による影響や、食品ロスの問題により、重機で販売する形式から、レトルトパウチの製品へ転換されたり、加盟店に取り扱わないことを認めて、売り場が縮小されたりしている。おでんの屋台おでんの屋台テイクアウトのおでん東京の、 秋葉原にあったおでん缶詰の自動販売機2014年時点で、住民一人あたりのおでん屋の点数が、日本一の地域は、石川県金沢市である。放送技術の改良によって、1990年代より、煮込み済みのおでん酒を、梅雨ごと透明なラミネートフィルムの袋を用いて、レトルトパックにした商品も、多く売られるようになった。家庭で料理することも、 盛んに行われている。料理番組などで料理人などから美味しいおでんにするためのコツや技のようなものが紹介されることがある。しばしば紹介されるコツの一つは、さっと煮た後に一旦冷まして、その後に再び温めると味がとてもよく染み込むというものである。鍋を蓋をした状態で屋外などに置いて十分に冷やし、 それを室内に取り込んで、また火で温める、というものである。おでん鍋、様々なおでん種が見える。調理の様子地方により使用される、種の特色があるが、気分の、家庭の鍋料理調査、好きなおでんベスト10全国版では、大根、卵、ちくわ、こんにゃく、はんぺん、厚揚げ、さつま揚げ、餅入り、巾着、ごぼう巻き、じゃがいもの順となっている。 北海道、東北地方、関東地方、静岡県、静岡、おでんの、黒飯瓶、長野県、東海地方、近畿地方、北陸地方、四国地方、九州地方、沖縄県一般的には、東日本では、多くの削り節と昆布を使用し、関西、北陸は、昆布、中国、四国は、煮干しや焼きあごを使用する。また、使用される醤油が違うこともあり、東日本では、 濃い口醤油の濃い色の出汁と薄い色のものが混在しており、西日本では薄口醤油が使用されるため、色合いが異なってくる。しかし、おでんの発展には複雑な経緯があったために、様々な出汁が使用されたり、関西でも濃い口醤油を用いたりすることがある。薬味は全国的に練りがらしが主流だが、味噌だれやネギだれなどを用いる地域もある。 豆腐などに梅肉を添える店もある。北海道のおでんは、2種存在する。現在、一般的なものは、北海道産の昆布を用いた薄い醤油味。地域特色として、海の甲、ニ粒など、山菜がある。縁日の屋台、海の家、雪祭りの飲食店の定番品である、生姜風味の甘辛い味噌だれを串おでん、白こんにゃく、 茹で卵にかけたものがある。串おでんの種は、出汁ではなく、水で茹でたものに味噌ダレをかけた単純なものである。以前は、手軽に食される、串おでんが主流であったが、コンビニのおでんの登場により薄い醤油味のものが、定番となった。別添えに、生姜味噌、にこやかラシの小袋が付属する。現在、生姜風味の甘辛い味噌ダレをかけた、串おでんは、 コンビニおでんでは、販売されないは販売される。青森市を中心に、津軽地方では、粒貝、根曲まがりだけ、大隅店などの青森独特の種に、生姜味噌だれをかけて食べる。2005年には、青森おでんの会が発足し、B-1 グランプリへ出展した。なお、青森おでんの会は、10月10日をおでんの日としている。浅草は、おでんの聖地とも言われる。 小田原市では2003年に地元名産品である小田原かまぼこの消費拡大を狙うべく2003年に小田原おでん会を発足させ名物料理となっている梅味噌をつけて食する静岡おでん横丁2014年9月撮影静岡市のおでんは牛すじあるいは鶏ガラや豚もつなど肉系の出汁に濃い口醤油を使った 黒い煮汁が特徴である。近接の焼寿司などでは、鰹節などを加えることもある。おでん店などでは、長年継ぎ足し、底が全く見えないほど真っ黒な汁のところも多い。人気種である、半んはんは、焼津を中心に、静岡県内各地で作られている黒半ん,んである。すべての種に竹串を刺し、出しこと呼ばれるイワシの削り節や鰹節。 青海苔をかけて食べることが多い。これは静岡おでんと呼ばれ、発音は静岡市周辺での静岡の読み方に習って静岡おでんである。この呼び方をセールスポイントにしている店や書籍も多数存在している。佐藤浩一が出演したキリン一番搾りキリンビールのテレビコマーシャルで取り上げられたことから全国的に注目され、一種の ブームにつながった。2007年には、静岡おでんの会という団体が、B、B-1 グランプリに、静岡おでんを出展し、3位となった。静岡市青井区には、おでん店が軒を連ねる、青葉おでん街、青葉横丁という2つの飲食店街があり、各店舗で味や具材を工夫している。また、静岡市清水区を含み、多くの駄菓子屋でも、 おでんを販売している。静岡おでんは季節を問わず食されており、例えば夏場のプールなどでも販売され、店によっては冬場より売り上げが多いところもあるという。このように静岡市周辺においてはおやつ、酒の魚、おかずとして幅広く食されている。また年に一度静岡おでん祭が開催されており、 人気投票が開催されるなど盛り上がりを見せている。最近では、日本各地のおでんや、韓国、台湾などのおでん等も紹介している、等、イベントで楽しめるおでんの幅が広がりつつある。さらに最近では、静岡県内のみならず、東京都内やバンコクでも静岡おでんが味わえる店が開店するなど、静岡おでんが食べられる地域も広がりつつある。静岡おでんは、 旧清水市内を含む静岡市とその周辺で主に食されていたものであり、文化圏外である県西部、東部や伊豆などでの知名度や認知度は低かったが、戦術のテレビコマーシャルなどにより、全国的な知名度上昇により知られ始めた。なお、県西部では愛知県などと同様に通常のおでんそのものがおでんとは呼ばれず、関東にと呼ばれ、おでんといった場合は、 味噌おでんや味噌田楽を指す。詳細は、東海を参照。おでんの具と共に、蕎麦を煮込む。よって、出汁は、関東風のコクがある出汁が主流であった。しかし前述の通り、時代と共に、出汁が、関西風味へと変遷されたことで風味が合わなくなって、しまったせいか、現在ではあまり見られない、食され方である。一般的なおでんに、 甘辛いネギダレをかけて食べるもので、豆腐の種もよく食べられる。このネギダレは、長野県地域で、蕎麦がおでんの種に用いられた頃に薬味として使われていたネギの名残であるとされ、他の料理にも使用されている。塩と昆布や鰹節で取っただし汁に、卵、大根、焼きちくわ、焼き豆腐、かまぼこ、すり身などを入れて煮込み、 白とろろ昆布や練り辛子を添えて食べる。昆布の消費量を日本一の県として、この白とろろ昆布を乗せて召し上がるを、富山おでん会としては、富山おでんの定義にしているが、富山県で一般的に食されているというわけではない。メニューにおでんがあるラーメン店の存在も富山県の特徴である。その他の珍しい種としては、あんばやしやすすたけ。 白えびりのつみれなど、昆布と煮干しの出汁に、金沢大野の醤油を加えて、薄味のつゆとするのが、金沢流のおでん。一方、能登では、風味の強い魚醤のいしるも使われる。いずれも、冬だけでなく、夏も親しまれている料理。牛すじ、大根、卵などの一般的な具のほか、魚肉の新庄、梅貝、車部、赤巻ふかし、蟹麺、肉いなり。 卵巻きなどの特徴的な具材がある。白味噌におろし生姜を加えた生姜味噌を用意する店もある。愛知県とその周辺地域では醤油味の汁のおでんについては関東にと呼び、おでんといえば味噌おでんや味噌田楽を指していた。この味噌おでんは地域によって多少の差はあれど、八丁味噌をベースとした甘めの汁で大根、こんにゃく等の種を煮込む。 味噌の煮汁には、豚のもつやバラ肉を入れて、土手煮にしたり、味噌カツのタレにされることも多い。また、だし汁ではなく、湯で茹でた後、味噌をつけて食する味噌田楽もある。つける味噌は、五平餅同様の甘味噌である。また、酒でも、さつま揚げのことを、半ンピンと呼ぶことが、一般的だったが、最近では、テレビメディアや、 全国展開するコンビニなどの影響で、関東におでんということが増え、わずかながらも、さつま揚げと半んを区別するようになった。名古屋のコンビニのおでん販売では、普通のおでんを売る店、味噌おでんを売る店、両方を売る店の3種類がある。一般に、中規模以下のコンビニで、味噌おでんを扱う場合が多い。両方を売る店では、同じ大きさの容器で売る店もあれば、 場所の関係上、普通のおでんの容器の一部分に、味噌おでんの容器を置き、一品か二品程度を売る店も、ある。具は、白滝、大根、豆腐、卵、牛すじ等が多いが、普通のおでんと全く同じ具を扱う店もある。普通のおでんを買う場合も味噌だれの小袋がつく場合がある。生姜醤油につけて食べる。刻みネギを散らすこともある。 沢田店というお店では、生姜醤油のほかと豚カツソースとウースターソースブレンドした特製ソースで食べることもできる。おでんには、白味噌ベースの甘い味噌だれ、黄色い辛子味噌などを添える。セルフサービスのうどん店では必ずと言っても良いほど、副食として販売されており、このスタイルは、全国チェーンの花丸うどんなどにおいても、踏襲されている。辛子の代わりに、 おでん用の味噌をつけて食べる。また、県内の一部の地域ではうどん屋やラーメン屋の店内でも提供される。店内にあるおでん鍋から客が自由にとって、うどんやラーメンの出来上がりを待つ間に食べられている。沖縄のおでんは、手びちをメインとしており、旬の葉物野菜が添えられる。コンビニでは、本土と同様の一般的なおでんとともに手び茶、草期もおでん酒として採用されている。 また、おでんに、沖縄そばを入れる例もしばしば見られ、沖縄ファミリーマートやローソン沖縄では、おでんそばも販売されている。薬味には、他の地域で、一般的な、にこやからしではなく、アメリカ製のマスタードが用いられることも多い。京風おでん、軽おでんという名称で、泡口醤油を使用したおでんを出す店がある。こんにゃくのみを種とする、こんにゃくおでん。 味噌殿があるが、だし汁ではなく、湯で煮込んで、熱くしたこんにゃくに甘い味噌だれをつけて食べる、煮込み殿楽である。日本独自の食べ物であるが、日本統治時代に、台湾や朝鮮半島に広まった。中華圏では、クロリン、ゴーテン天津のい、関東になどの表記で広く売られており、日系コンビニチェーンなどを中心に、日本風をアピールするために、 関東に都心自体の表記も確認できる。中華圏のコンビニエンスストアや屋台では、串に刺し、使い捨てのコップに入れ、箸を使わずに食べるスタイルで売られていることが多い。韓国でも戦前の日本で一般的であった串おでんの形式が継承されているが、具材は練り物中心となり、おでんという言葉自体が魚肉練り製品を意味する単語として定着している。 薄揚げかまぼこを折りたたんで、串に刺すスタイルが代表的である。タイ、台湾の日系コンビニエンスストアでもほぼ、日本と同じスタイルで、おでんが多く売られている。フランス語版ウィキペディアでは、フランス料理のポトフに料理法や、社会的なポジションがある維持した料理として、おでんをあげる。赤塚藤夫、おそ松くんのキャラクターであるちびたの携える三つの、 具材を串に刺したおでんは、心に残る、漫画内の料理の極めつけなどと評され、サークル系では1993年以降2016年現在まで、一部の具材を変更しつつ、ちびたのおでんを断続的に販売している。赤塚によると、このおでんの具材は、こんにゃく、ガンもどき、ナルトであり、味付けは関西風であるという。ありがとうございます。